どうもこんにちは今日はですね、こちらのスパークプラグのお話をしていきたいと思います。先日ですね、私の愛車のミニキャブトラック U42T 型軽トラックですね、これのスパークプラグを交換する動画を公開しましたけれども、その時に、えー、取り替えた元ついてたプラグですね、古いプラグがこちらになります、えー。ちょっとね、アップにしてみますね。ちょっと大きくしてみます。 はい、ちょっとねプラグをアップアップにしてみましたけれどもこれちょっと小さくてね取りにくいんですけれども、まあ、これプラグ高性能プラグでもなんでもなくてごく一般的な電装、えー、の K20PRU11 っていうね、まあ、ごく一般的なプラグなんで、まあ、本来であればねこれ超重み用タイプじゃないんでしかもね軽自動車なんでもう少し早く交換 した方がいいんですけれれどもこれ記録簿を見ましたらね,、えー、とね交換したのが15万キロくらいの時にこのプラグ、ね、交換したんですけれども今、走行距離が22万キロ超えてますんで、えーまあ、かれこれ、まあ、途中で1回、ね、ギャップ調整してますけれども約7万キロくらい使ったプラグです。 ごく一般的なものでね、高性能タイプじゃないので、ま、このセンター付近、センター付近というか、センター、中心電極ですね、えー、っと、ピンと合いますかね、ここですね、センターの中心電極、ここですけれども、ここがね、ま、新品に比べると、小さくなっているのが分かるかと思います。あと、ム、ま、ラはありますけれども、ちょっとね、変魔網というか、斜め方向に、ね、なっていて、 エッジですね角の部分が丸くなっているのが分かるかと思います。で、これプラグギャップは、えー、U11 ということで、まあ、11mm なんですけれども、まあ、それよりちょっと広いかもしれないですね。途中1回ギャップ調整してますので全く調整しなければ、まあ、かなり、ね、プラグギャップ広くなりすぎて。 エンジンジが不調になってたかと思うんですけれども、まあ、この状態でもね特に異常なく普通にねアイドリングも安定していてですねまあ高回転も普通通り回るといったような状態でただ中,中心電極新品に比べるとね結構小さくなっておりますちょっと新品のね電極ここで入れてみましょうかはい、えー、これが新品の スパークプラグですね、えー、この中心電極この先端部分ですけれどもここがですねまあ使い古したものに比べると大きくて、えー、この先端部のエッジですね角の部分もしっかりしているのがわかるかと思いますそしてこちらが約7万キロ無効換で使ったプラグなんですけれども まあ見るからにね全体的にくたびれた感じが漂ってますけれどもこの中心電極こちらもですねかなり減ってしまって小さくなっていますねそして角の部分もね丸くなっているのがお分かりになるかと思います、えー、古いプラグと新しいプラグを並べてみた方が分かりやすいかと思いますけれどももう一目瞭然でね 中心電極の大きさが違うのがお分かりいただけるかと思います。まあ、古い方はね、かなり消耗して小さくなっているのがお分かりいただけるかと思います。あと、ギャップはね、途中で調整してますけれども、全く調整していないと、さらにね、ギャップ広くなっているかと思います。最、まあ、最近近ははね、えー、最近の車はそんなにに頻繁に、ね、プラグ交換 しな車種も,いいのも,のも多いですんでねえご自身でプラグ交換するってことは少なくなってきたかと思うんですけれどもまあ私のように古い車乗りの方だとね時々ね点検した方がいいかなと思いますあとこれ余談ですけれども、まあ、プラグにまつわる昔話ですけれども昔ですね私バイクに乗ってた頃っていうのはあのバイクブームの頃でね もうレーサーレプリカがどんどん出てきてねハイチューニングの2ストロークエンジンで川つなぎを切った人も街中にね溢れてた時代なんですけれども、まあ、その頃、ね、あのスパークプラグのこの中心電極この部分ですねここをヤスリで削って、まあ、半分くらいに削ってね縦方向にあのエ,ッジをエッジの部分をとんがるようにね 削るっていうのが流行ったんですね、まあ、そうすることによって、まあ、この中心電極小さくなります最近の,あのイリジウムプラグみたいにね、えー、中心電極が小さくなって面積を少なくしてかつあのエッジですね角の部分を鋭くすることによってあの要求電圧が下がってスパークしやすくなるじゃないかっていうことでそういった改造を行われた時期もありましたあと外側のね えー、側面の電極ありますよねこれねこれはあの片側についてるんですけれどもこっち側ね、えー、こっち側ですねこっち側あの2ストロークエンジン、えー、横からね吸気されますんであの吸気ポートからね混合気が入ってきますんでその吸気ポート側にこの開いた方こちら側を、えー、吸気ポート側に向けた方がパワーが出るなどといった あの話も結構広まりまりしてこの開いた部分こちら側にマーキング印をつけて実際にプラグを締め込んだ場合ね吸気ポート側に開いた方ですねこの部分が向くようにちょうどそこに来るようなね位置にあるようなプラグを選んでチューニングっていうかね努力がされた時代もあって。 えー、私くらいの年代の方だと記憶にあるかもしれないですね。で実際どうだったかっていうのはちょっとねどうだったんだろと気分の問題が <laughs> あったかと思うんですけれどもあとね RZ250 出た当時ね、まあ、当時推定2ストローク2機と、えー、35馬力ということで、まあ、衝撃的でねその前身の RD250 に比べると全然もう違うぞということで。 最初、ね、外国で発売されてそのレポートがモーターサイクリストなんかについてて,ついて,て、ね、みんなこ憧れたものなんですけれども RZ いっぱい売れたんですよねかなり売れてですけれどもハイチューニングの2ストロークっていうことでプラグをかぶるかぶってしまうっていうことが非常に多くてね、まあ、初心者の方で RZ を買ってプラグをかぶってでバイク屋さんに持ってたら あのネッカーを下げられたっていうことでね例えば9番ついてたのを8番7番にね、えー、下げられたっていうことで腕が悪いのを見抜かれてしまったなどといったようなね話も当時はありましたまあ2ストローク当時のねハイチューニングの2ストロークエンジンっていうのは、まあ、パワーバンド明確にありましたんであんまり低速でぐず,ぐずらせてしまうと、まあ、かぶってね続けてしまって。 ガソリンで濡れてしまってねカーボンがついて火花が、ま、飛ばなくなって、まあ、エンジンがかからなくなるという現象が起,起きるんですけれども、まあ、初心者でトロトロ走ってる走ってるのをどうもこう恥とするような、ね、風潮があってね、えー、RZ でプラグをかぶらせてしまうとちょっと恥ずかしいとかねって話も、まあ、当時はねありましたけれどもね。 自動車事情には関係ない話ですけれどもまあちょっとしたねプラグの昔話ということでございましたではまたお会いしましょうさよなら